境川部屋は、日本相撲協会に所属する、出和解一門の相撲部屋。1992年12月に現役を引退して、以降、出和の海部屋の部屋付き親方として、更新の指導に当たっていた年より、十二代中立が、1998年5月に二人の、内弟子と同郷の先輩である十二代大鳴トを連れ、出和の海部屋から、分家独立して中立部屋を創設した。 12代中立の師匠である12代境川が定年退職を迎える直前の2003年1月に互いの年寄り名跡を交換する形で12代中立は13代境川を襲名し部屋の名称を境川部屋に変更した学生相撲出身者を積極的に迎え入れており2002年3月場所に新十両へ昇進した いわきさんも最初として、現在までに8人の関取りを排出している。近年では、大関、豪栄堂や、関脇、妙義龍などといった気鋭が登場して活躍している。2010年9月場所では当時在籍していた7人の現役関取りが、全員重量に在位して、話題となった。2016年9月場所では、豪栄堂が中立部屋時代を通じて、部屋の力士として、 初となる幕内最高優勝を果たした。大関小結前頭2020年6月10日、早朝、境川部屋の付近を流れる、毛長川にて女性が橋から転落した。通りかかった男性が百1番通報をし、一緒にいた女性がすぐさま近くにある境川部屋へ、救援を求めたという。女性の叫び声を聞いた親方が、力士、約20人に、すぐ行け。 と救助に向かわせ、岸辺に流された女性を彼らが引き上げて救助した。所轄の竹の塚警察署からは、境川部屋や救助に携わった男性らに感謝状を送る予定であると伝えられた。親方はまた、救助された女性を、そっとしておいてあげてほしい。ペラペラ語るのは、かわいそうと、女性の心境を押し量った上で、いいことをしたとかは、さらさらない。 男として当たり前のことをしただけとだけ取材記者に語った。2005年7月に当時3段目の札機会が名古屋場所中の愛知県内で火災現場に遭遇、人命救助を行って名前を告げず現場を去ったが後日愛知港南消防署から感謝状を送られていたことも合わせて報道された。2021年3月26日 大相撲3月場所13日目、同部屋所属で、東3段目65枚目の響き流行機が、取り組みで救い投げを食った際に、頭から落ち、意識はあったが、うつ伏せ状態のまま立つことができず、倒れてから約1分後に、呼び出し3人が仰向けにし、倒れてから約6分後に担架に乗せられて、土俵を降り、東京都内の病院に、救急搬送され、その際協会関係者に、 体の痺れを訴えていた。入院後寝たきりの状態が続いており、肺血栓を患っていたものの、徐々に麻痺した体が動くようになっていた。しかし、同年4月28日に容体が急変、急性呼吸不全で同日亡くなった。ありがとうございます。